ちょっと待って。部長、J さん、今日も息子さんと一緒ですね。小柳ルミ子さん、履いてなかったのって。履いてたよ。一履い袋、て、おちっこもらっと困るから、朝取り替えるんだよ。一人前2袋入りって書いてある。兄一人さ前で2袋なんだ。ん、私2ついらないからね、一口だけ。いや、一口でいいよね。私これ食わなくちゃ俺だが食うから。から。兄さん、はいで。兄さん、2つこん入ってばんる。は。ナイスです。ありがとう。慎吾さ、この、これ一人前で2袋豚なんだ。汁も食わないと悪くなるよ、作って。わかったわかった。だから豚汁とこれ食えばいいじゃん。何にもしねえんだから。このこれゴーゴーカね、レー一人前2袋らしい。あとこれはね、これはね、あれなんだっけ、あのね、生協で買ったさ、野菜、何、天ぷらっつうの、シャキシャキキャベツ、ありがとう。久美子さん、よせさん、こんばん。ナイス。久美子ちゃん、ありがとうございます。ありじゃあがとこれで温めましょう。仲良く素敵な親子で。いや、これね、生協で買ったシャキシャキのやつなんだけどさ、日にちが過ぎちゃってんだよ。21日。大丈夫だよね。レトルトカレー。21日だよ。食っちゃうよ。もったいないから。ね、ね、また散らかさないでね、あっちこっち。2つは温める必要ないからね。いや、これ1人前で2つってだ書いてある。私食わないよ。俺食うから大丈夫。あの、寄せがちょっと味見してもらえば、あと残り俺食うから。いいからよ、私これフリーの食わなくちゃだから。何でもね、悪いけどアメリカンドッグも食わなく、頭ぶつかないでよ。まったくイライラすんな。換気扇つけろよ。これ換気扇必要なんですか？必要だよ。ガスつけりゃ換気扇は必要でしょ。当たり前じゃないの。便所減っても集中力なくて電気つけっぱれ。あなた何でも。マンモさんから盛り上げでご参加いただきましたよ。ありがとうございます。マンモさん、ありがとう。あ、にゃんこちゃん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 の爪。ありがとう。こういうこと、いや、まあ、な、ちょっと鍋がよ、ちょっと炎が多いよ。鍋の外に出てるよ。そんなにね、いいんだよ。もうイライラさせないでよ。デイサービスから帰ってきたんだから。そうでしょうね。イライラするよってね、レコさん。イライラマックス、イライラするよ。ムカつくよ、このクソガキ。これで何もしねえんだよ。寝てたん。それでね、私帰ってきてから出てきて、風呂入ってろ。ね、そう。金銀堂さん、こんばんは。ナイスしました。レイコさん、あはははは。ってね、ゆうけんちゃん、たくちゃん、こんばんは。喧嘩中だ。だって何もしないよ。ね、もうね、洗濯行くって3日間言ってるけど、全然行かないし。今日も寝てたんじゃないですか、多分。私帰ってきたら風呂入って、今風呂入ってる。小原宗介。ほんで、便所減ったらね、お星様キラキラよ。お星様キラキラでね、今拭いて入った。しばちゃん、お疲れ様です。ありがとう。おしたらさ、お星様ずらね、電気もつけっぱれ。なんて集中力ね、よとやろうかなと思った。ね、人に怒られないように生きてもらわないと困るね。まゆまゆちゃん、こんばんは。ナイス、ありがとう。来週信号お出かけかって。わろたデイサービスお疲れ、ありがとう。みーさん、ゴーゴーカレー、とんかつ、とんかつないっす。お星キャベツあるんですけど、キラキラ。ナミンゴさん、こんばんは。ポリンちゃん、ヨセさん、ナイスしましたよ。ありがとう。チコちゃん、こんばんは。千年パズルさん、シンゴさん、いつまでも同じ服だ。本当だよね。それじゃ似たとない。チコちゃん、ナイスした。ケイケイちゃん、いつもありがとう。ヨセさん、ナイスした。ご飯も連携しないと。
ありがとう。モキさん、ごめんね。斜めになってるから見づらくてさ、上のクリニックさんから。もしかしてご飯これ1個しかないの？知らないよ、私。これ1個しかないじゃん。知らないよ、私。マジか。いいんじゃないの？一つで。ね、私は。アングル、あらら、ナナちゃん、ヨシエさん、こんばんは。ナイス。いつもありがとう。ありがとうね。リカちゃん、シンゴさんのことを怒りすぎです。ご飯ないんか。アミちゃん、こんばんは。あずこめ。ないよ、ご飯なんか頼んでねえもの。リトルミーちゃん、こんばんは。ナイスしました。ありがとう。ご飯1個しかないわ。マダムさん、カレン、こんばんは。ありがとう。ご飯なしのカレーだって。やるけど1個しかない。パパッと大事。ゴミ捨てた。ゲンちゃん。その濃いゴーゴーカレーにご飯1個はきついんだ。ゆけ。クロミンちゃん、こんばんは。だから一つかければいいなんべ、お前も。イライラするな、まったく。ねえ、もうこういう人間は嫌だよ、私。イラ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 人をさせる人間だよ。ねえ、こんな鍋なんか使ってまたしっちらかしてさ、本当私例から帰ってきた場合で片付けばっかりだよ、毎日誰も片付けないんだから。ありがとう、なおちゃん、ヨセさん、こんばんは。頭ぶつかないでよ、まったく。イライラする。ほんとクズだな、お前は。ちょっといいかん、まったくよ、もうイライラする。もう一人前で関係ねえ、このクソガキ。一人前に袋入りってあるんだけど関係ねえよ。一人前で一つ温めりゃいいんだよ。二つなんで温めりゃいいんだよ、バカタレが。一個でいっかじゃん。はクズやろう。一個だけやろう。人のおめえこれぶつかんねえでくれよな、俺が来んだからよ、はい、汚ねえな、本当に。頭ぶつかんなよ。久しぶりですって。クロミンちゃん、お元気ですか。はい、レイコさん、あはは、笑うってね。待てん時刻見えねえんだよね。キモちゃん笑う。ちーちゃん待ってました。キムチ漫才発信だ。おい、跳ねるでよ、おい、ポン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 、この野郎、お前。クソ野郎が。少しやな、あれだよ、おめガスのよ、ガスを少しおめえ調節しろよ。ポンポン跳ねるから、この野郎。バカ野郎。ゆあちゃん、沸騰させて大丈夫そうですか。そうだよね、しばちゃん。もちもちさん、あやとんぼさん、読む暇がねえな、こりゃ。キムチさん、自分に言われるようだ。佐藤のご飯1個分しかないご飯。怖い、笑う。あつこめ、またそんなでけえ皿持ってきやがってよ。言ってくれな、飯でよ、この野郎。だってしょうがないじゃん。てめえ、もっとちっちゃいがねえかよ、この野郎。もういちいちうるさいよ、マジで。お前がクズだからだよ。なんだい、このズボン。ゴミがいっぱいくっついてるわ。これ何分ってある？なんなん、このクズ。汚ねえようなものをここ押っつけないでくれよ、私が食うとこへ。ムカつくんだよ、お前見てると。ネットの中に3分から5分。あ、一つやったらこれしまっとけば、箱入れて、邪魔だから。ねえ、一つ使うんでしょ。なんでここを散らかすわけ。はい、どうぞ。しまっといてください。いらないものはどんどんしまって、ここ。頭ねえんだよ、本当に。ゴーゴーカレーって。ほんと頭ねえよ。ここをみんなぶち散らかす。ほんとクズだから。便所の部屋には電気はつけっぱれ。ね、私減ったらお星様がいっぱい。私のようばっかりよ。ね、こういうクズ野郎。ほんで豚汁作ってね、二人が食ってない。私今日温めてったのに。ね、そんな食わねえものは作るんじゃねえ。もう、本当に。私ね、そういうね、全然やらないから、この二人は。
ダメだよ。ナイスをしてありがとうございますって言わなさいと、よしえさん。うるせえこの野郎。何垂らしたんだよ今。垂らしてないよ。垂らしてよ水を、ここへ垂れたんだよ今。もううるさいな、いちいち。大体言うてな、こんな一杯の飯にこんなでけえ皿つかんじゃねえよ。もっとちっちゃいのあるべえやこの野郎。なんだっていいじゃん、皿なんて。あらんがよいじゃねえんだよ。あ、日本人さんから来たハートマナーいただきました。あ、日本人さん、よしえさん、しんご親子、なに、うん、お前が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 どうすん、なんで一人でそう言うんだよ。日本人さん、ありがとう。お前がお前がお前がアラブの石油をウィンズズビルゲイツソフトバンクサンマスハート花火うるせんだよハート花火。あなたのがうるさい。 ありがとうございます。ありがとうございます。この野郎ね、ふにゃ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 なんて言い方だから大嫌いよ。もっとはっきり言うんだよ。イライラするよ。お前みたいなクズはそばに来るな、この野郎。日本人さん笑う、でさんもそうそういいかな、マジ笑う。3、5分ぐらい経ったか。クソ野郎が鍋も洗いねくせにあっちこっち使いやがってよ、このバカ。そうそう、3、5分ぐらい経ったから。なんだよこのクズ。箸おめえ垂れるからここ置くんじゃねえよ。頭使いよ。そうそう、なんでも経ったかな。梅雨が垂れるんだよ。真ん中に鍋とこ置くんだよ。大体言ってね、こんな黒せな飯にこんなでけえ皿使うやつはいねえよ。てめえ誰がいたんだよ、この表のよ。毎日毎日人に荒らせやがってよ、このクズ野郎が。ズボンと来たらよ、あれなんべ、畳のカスだらけでよ。こんなもんにこっち切られちゃう、カスがみんな怒っちゃうよ。掃除機もかけねえクズ野郎がよ。ほんとに、長取る劇場、ゴーゴーカレー編だ。なんだよね、ほんと大嫌いこの子、ムカつく。私はこれね、野菜天ぷら食べるからね、これ玉ねぎのね。あ、ゆういちさんからハート3個もう十分です。これ十分。私何食うんだっけ、フォーク使うんか。ナイスアナス、いいね、どうも。よし、これでそろそろやる関係ね。こんなクソったれ、そろそろこれでもういいのかな。3分が経ったね。こんなクズは関係ねえよ。こんなクズペンって長き寄せ野郎が。それ開けてよ、粘ってや。袋をめんちゃんと袋入れて。お湯をとりあえずこれ捨てるか。寄せ野郎、早くいなくなれこの野郎。クソったれが、バカたれがよ。クズでどうしよう。肝入れるよ。何でもしねえかね。なんで空か俺がつくんだよそこへ。空の鍋なんでそこ置くんだよ。別に火つけてないよね。つけてねえけど、あっちくねえか。まだコンロが最低だよな。てめえでたまに洗ってみろ、このでけえ皿表の。毎日毎日仕留めさせやがってよ、クズ野郎。散々寝てやがって一日。なんだよ今頃風呂入って、お星様キラキラでよ、便所は電気つけっぱれ、集中力のねクソガキ。30いくつでよ、こいつこう置かねえでくれよ、おめえ汚れるからよ。熱いゴーゴーカレー、むかつくよ、最低だよ。熱い、どうしよう、これ熱くて全部出せないぞ。何が熱いんだよこんなもん。熱かねえこんなもの、クソ野郎が、バカだれが。熱いじゃないですか。何がお前が押せよ、ほら真ん中やけどした方がいいよ。熱いじゃないですか。あ、押せよ。熱い、ダメ、熱い。舐めるんだよこんなもんが。熱くてどうすんだよバカ野郎が。熱い、無理だ、こんなもの。熱かねえよこんなもんが。熱いよ、なな手してるんか、おめえ。何もしねえからなんべ、赤ちゃんだからなんべ。こんなもんちっとも熱かねえよバカだれが。カツがないんすけど、キャベツあるんで。キャベツはやっぱゴーゴーでカレーといえばキャベツと変なもんべ買ってくんだ。あれなんで、カツなんで。カツないんすけど、ほんとムカつくよ。キャベツだけ、マジカレー入れます。
マジイカレ。こぼすなよ、おい。入れ方気をつけてよ、ほら。むかつくな。本当はカツも欲しいっすね。これ豆だからこれ入れるよ、袋の中へ。垂れねえようによ。これ垂れねえように袋の中へ入れるよ、あの袋に。はいはいはい。ちゃんと袋入れて、垂れないように。もっと奥だよ。もっと奥入れんだよ。うるさい、いちいち。垂れるからだよ。入んないんだよ。入んわけねえだべ、まあ。で、ここにソースをかけます。ここにソースを、まあ、ここのね指抜くえキャベツのとこに関係ねえこれ。こんな感じですかね。あわあ、カツはないけどゴーゴーカレーや。あーできました、カツはないけどゴーゴーカレー。あら、って感じだけどコーラにしよう。あ、うん、換気扇止めてくんない。集中力なさすぎる。ちょっと、いろいろちょっとどいてこれ。俺いらないよ。いやいや、一口食って。いらない。枠もいっぱいあるからこっち。はい、自分で食えばいい。カツはないけど関係ねえ。ゴーゴーカレー食うだよ。お前なんかすぐあれよ、寒くてちょうどいいよ。遊んでる人間なんか寒くてちょうどいいんだよ。一日寝てたんだべ、何もしやんねえよ。洗濯する、洗濯する。3日も言ってよ、何しねえ、最低だよ。私はもう食えねえから、これとこれ食うから、ホットドッグと古いもんから食わないと。ホットドッグも2日経ってんだから。ちょっといい、なんでそっちやるん、また。めったどかさねえんだよ。ああ自分で食えば、私こっち食うから。俺は自分で、ああ責任を持って食う。もう冷めちゃったよ、嫌なっちゃう。あんた邪魔だよ、ほんと。いなくたっていいよ、ほら。いらない、ちょっと食べて。いらない。いや、ほら、食べるって言ったでしょ。いらないよ。ねえ、いらない。枠つければ食べるって言ったじゃん。いらないよ、早く。いらねえっつうんだよ。吉田さんがこれ食べて感想言うとダメなの、はい、一口でいいから。いいから、あんたに褒めてもらいたかねえよ。はい、食べてください。あんたみたいなクズによ。はい、ゴーゴーカレー。あんたみたいなクズに褒めてもらいたかねえよ。悪いけど大綺麗だから、私はこの子は親子もんで大綺麗だ、こんなクズ。あんたに褒めてもらうんだら食わねえよ。本当は食べくるな。どうこんなもん食ったかったね。どうですか。わかんねえ。なんか知らねえけどよ、鉄分のうんこみたいだな、色が。カレー食うときうんこはダメじゃん。鉄分のうんこはこう色だよ、黒いんだよ。わかるかい。正直ね、ゴーゴーカレーってね、結構癖があるんで、最初こう慣れてない人からしたら正直あんま美味しくないって感じる人多いと思うんですよ。俺も最初美味しくないと思ったんで、でも食ってるうちにこう癖になるっていうか。そうだべな、うん、変わってるから。最初俺食った時も美味しくないと思ったんで。ちょっとね、食ってるうちに癖になるカレーって感じなんですよね。で、結構ね、慣れるとね、無性に食いたくなる時あるんですよ。どう、もう結構どう、味は。まるかねえけど。あ、まずくない。あ、マジで意外だね。でも、あ、でもお店のカレー、お店のゴーゴーカレーより濃厚さが少ない。あ、だからか。だから初見でも結構うまく感じるんだ。
あとキャベツがあるからね。なんか食いたくなくなっちゃった。食欲なくなったこれ。お店で食うゴーゴーカレーよりも癖が少ない。だから100円で美味しい。手つけるなよこれに。まずくないって言える。これつけたら落ちないよ。気をつけてあれよ、洋服に。頭結構食うやん。結構食う。頭がねえんだよこの野郎。頭がねえから。あれなん美味しいんじゃないもしかして。あれ。もしかして結構美味しいんじゃないですか。あとまるよりはうめえなんだよ。来ました。おーいせーよしさん。あとまるよりはうまいなんだよ。美味しいってことはなんだよ。いけ。いや正直ね、吉井さんこれ絶対まずいって言うと思った。ゴーゴーカレー癖があるから。でもこれね、さっきも言ったけど、お店のゴーゴーカレーよりも癖が少なめなんですよ。頭痛いな、なんか。でキャベツにソースをかけてこれと一緒に食うと結構美味しい。なんかそのゴーゴーカレー独特の癖があんまない。で普通に美味しい。キャベツ添えてあるから多分それが美味しいんだと思う。なんか普通のレトルトカレーじゃこうシャキシャキ感のがないじゃん。でゴーゴーカレーと言ったらこれじゃないですか。これとカツじゃん。なんだゴーゴーって。キャベツと普通にこれ多分普通のレトルトカレーより美味しいよ多分。なんだゴーゴーって。このねキャベツがやっぱ決めてる。いくらすんだよ。これいくらだろう、わかんない。どこで買ったんだよこれ。フジマート。でもねゴーゴーカレーっていう店舗があるから。金沢カレーっていうのかな。都内とかにねゴーゴーカレーっていうそのなんかカレーのなんか、まあ要するにあのここ一わかんないか。まあ要するにカレー界のなんか吉野家とかすき家みたいななんかそうチェーン店的なのがあるのよ。ちょっと特殊なカレー、ちょっと濃いめの。なんか知らねえけどさ。うん。いや美味しいんじゃないの。皆さん美味しい場合ははい、これさ、なんや、はい、閲覧があるんかい。今579あります。はーい。思ったよりうまかったよ。はい、皆さん237ナイスからスタート。さあ皆さんナイスナイスよろしくお願いします。ナイスが増えるぞミスタードーナツ。はい、ナイスが増えるぞミスタードーナツ。はい、消費税ナイスが増えるぞミスタードーナツ。はい、さあ、ナイス無料のナイスで設計のケーキを上げてけ。ナイスが増えるぞ上げてけ。ミスタードーナツ上げてけ。さあ、どんどんナイスが増えるぞ。ぜひぜひ押してってください。ぜひぜひ押してってください。ナイスが増えるぞミスタードーナツ。はい、ナイスが増えるぞミスタードーナツ。ナイスどうも。ナイスが増えるぞミスタードーナツ。はい、ナイスが増えるぞミスタードーナツ。270ナイス。あ、ぼーちゃさん、あらす、猫ちゃん。ナイスが増えるぞミスタードーナツ。ナイスが増えるぞミスタードーナツ。あ、超いいやつ。ナイスが増えるぞミスタードーナツ。はい、風船さんもおかがす。270、280ナイス。ナイスが増えるぞミスタードーナツ。はい、アミさんありがとう。ミスをしましたです、うん、増えるぞミスタードーナツ。はい、もういいですかね。じゃあもっと食うか。さあナイス。あれよ、先生美味しいね。284。はい、ナイス協力してくれた方ありがとうございます。300いかないとちょっとあれじゃないの。そうですね。あれさ、うん、結構美味しいんじゃないですか。まだ食うから皆さん300、ね、キャベツ追加します。いいキャベツ美味しいでしょ。いいです。あ、そう。皆さん食べますので300にしていただけますかね、うん、ごめんなさいね。あれさ、美味しいんじゃない、もしかして。もしかして欲張りですいません欲張りですいません。これでも吉田さんが美味しいって言うと思わなかった。ああ、まあでも癖ないからね、店のカレーと違って。だからだとは思うけど、あ、お店のような癖がない。
皆さんナイスよろしくお願いしますね、うん、あカナダのカレーだねってそうなの兼六園ミーサーでサービスおかえりなさいありがとう、うん、ありがとうねキャベツ添えてくるキャベツが増えるあれキャベツじゃないですキャベツが増えるぞミスタードーナツ、はい、キャベツが増えるぞミスタードーナツ、はい、ナイスナイスが増えるぞミスタードーナツ、はい、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 ナイスが増えるぞミスタードーナツはい、ナイスが増えるぞミスタードーナツ、はい、ナイスが増えるぞあ298もうちょい300ナイスですナイスが増えるぞミスタードーナツ、はい、ナイスが増えるぞミスタードーナツ、はい、ナイスが増えるぞミスタードーナツ、はい、300ナイスナイスが増えるぞミスタードーナツ、はい、ミスタードーナツ三でいったんじゃないこれ。ナイスが増えるぞ。ミスタードーナツ。さあ301ナイス。ミスタードーナツ。はい300ナイス超えました。ミスタードーナツ。300。ナイスが増えるぞ。風船とも。減っちゃった。300ナイスになりました。いくつから。え。あいくつ。いくつだっけ200。いくつだっけな忘れちゃった昨日撮ったわいくつってたっけ昨日撮った230、40ぐらいじゃなかったかなどんだけ撮ったっけ夜違う このドーナツ始める前この枠始めた時は多分130、40ぐらいとかあ、そうなん、うん、あ、ほんとこぼしたら怒らないな皆さん、もしかしたら美味しいんじゃないですかこっちよりなもしかしてめっちゃ美味しいんじゃないですかこれくっつくんね嫌ですなんか急に寒くなるそれつけてるじゃないですかうん今まであったかかったんだけどどうしたもしかしてカレー結構気に入ってるんじゃないですかそうじゃねえんだよ結構食ってますよ多分さデーであったかかったんかさ急に寒くなった今どうよね、全部それ素直にいきましょうありがとうまだこれ食わなくちゃもったいねえだよ温めてよもう一回冷めちゃったよみなさんナイスありがとうございますナイスナイスピンゴピンタなんだかんだ仲良しだ花花ちゃん明日午後寒いってよ恐ろしいねうんそうなん、うん、でちょうどいいとこで行ってきたねそうだねうんありがとうありがとうね、うん、今日は、うん、塗り合ったから後で見せるから腹いっぺんになっちゃってよで困ったな今日はねデイはね、うん蕎麦が出たんよあうどんうどん肉うどんきのこと肉うどんそうのびちゃんナイスしたナイスしたってありがとうございますありがとうね、はい、はいはいはい、はい、今日はうどんが出たんだよあそうなんやうんどれいらないですかきのこお芋いいきのこが入ってたよ、うん、きのここれ食ってくんねえかえ半分何をお洋服くっつけんだよなはい落ちねえとかで半分食う何や食わねえうん弱火の方が大食いになっちゃう困ったもんだ今日はねきのこうどんと肉が入っててあと卵を焼いたので大根おろしがついてて、うんあと何やったの？あ、普通にこれめっちゃうまいんだけど。あ、お芋だ。あ、お芋。大学芋。うん、うまかったな。
やばい、この豪華カレーマジでうまい。店のような癖が少ないから。どこで買った？これ慣れてない人でも多分うまいと思う。フジマートなんだな、うん、キャベツ添えてソースかけて食ったら絶対うまい。もうお腹いっぱいだ。あっちだこれ。ご飯がないんだよね。あー作ってこれ買ってくるか、スーパーで。いいんじゃねえの今日は。ついでにホットケーキの買ってくるか。ホットケーキとご飯買ってくるか。木曜日だんべ。ただホットケーキの材料買ってきてないから。いいよまだ、今日はいいよ、はあ、今から。うん、ご飯がないからね。あ、風船だもん。うちも今夜カレーです。あ、本当すか。今日はあれだよ。癖ってどんな癖って。やうちの、舐めろよ、もったいない。午後カレー食ったことある人は分かると思う、その癖。もったいないから舐めろよ。なんて言ったらいいか分かんないけど、なんかすげえ味が濃いっていうか、しつこいっていうか。あめまあ、みたいな癖みたいな。舐めた方がいいんじゃないのこぼすとこない。いや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 、うん、あうん、うめえこれ。あ、そう、これよ。いらないっす。うん、うめえ。舐めるよこれ。いや、いいよ。いい、舐めるのはいいんじゃない。うん、いいよ、そういうのは。なんせほどめえじゃん。いいよ、私が洗うのが大変だよ。これおでんにしちゃうか。なんか他に食うもんないな、俺。こんだけしか食ってないかも、今日。今日なんか食ったっけ、昼。朝昼食ってなくなる。これ食えばって言ってるじゃん。それは正直美味しくないから。じゃあラーメンでも食えば。美味しいラーメンないの。うん、ああ汚いわ、まだ。うん、中井さん、うん、女性結構食うなって、うん、そう、まあいっか、汚ねえばまあだって、いでこと言うよ。いや本当に汚いっすもん。うん、黒ちゃん頑張る、ありがとう。みんなこれおすすめっすよ、ゴーゴーカレー。でさえみこぼちゃん、ゴーゴーカレーおすすめ、アメリカ。これマジで美味しい。それ、なめを言ったのかもよって。うまいね。え、何が？カレーが？違う。アメリカンドッグ。キノコカレー。今日はキノコ、うどん食ったよな。結構量があったよ、今日も。うん。梅雨の声したわ。あ、ミスターオリバーさんからハート花火いただきました。 ありがとうございます。お前がお前がお前がアラブの石油をウィンデズ、ビルゲイツ、ソフトバンク、トンマス、パーリオリバーちゃん、ハート花火ありがとう。ミスターオリバーちゃん、ハート花火ありがとうございます。ありがとうね、ありがとうございます。なんか寒くなんだって。なるほど。明日、明日わかんねえ。あ、バーガーのどうも、ありがとうございます。バーガーありがとう。明日寒くない？いっぱい食べるよっちゃんが好きだ。ありがとう、ありがとう。バーガー秘密のプレゼンターさん、ありがとう、ありがとう、ありがとうね。それ甘い方じゃね。あおいおい、こんなとこ置いとくんだ、いけないんだって。俺のあれだよ、今日の。こんばんは、リスナーさん、吉田さん、おかえりなさい。ナイスって、ありがとうございます。ありがとう。ケンちゃん、明日は真冬になります。
確かに、本当、うん、明日真冬になるぐらい寒いんです。あとはたくさん、こんばんは、こんばんは、いつもありがとう。こんにちは、東京23度。何、今日は23度が12度だ、だ明日え、今日が23度、明日12ってそんな違うの？恐ろしいね。お前ボリボリこぼすなよな、食い方が。よう、うん、ダメだね。俺 TikTok やりたいんだけど、今 TikTok ね、いろいろわけあって多分2ヶ月ぐらいできないかも。うん、うん、ゆうこさん、寒くなる、うん、朝寒いんだ、恐ろしいね、ね、うん、あれ飯食べたくなったね。晩じゃないっす、まあいろいろあったよね。いやいや、キャケちゃん、土曜は寒くなる。クロちゃん、たくさん食べてね、ありがとう。たくさん、バンジューか、ゆかちゃん、よせいさん、お体気をつけてください、ありがとう。ほねこちゃん、せんべいもアメリカンドッグも美味しそうだ。れいこさん、長田の明日ニューリュー、21だって。21だな、ママじゃない。今日、今日何度だったの？わかんない。な、あー、ゴーゴーカレーだったのか。ゴーゴーカレーなんてあるの？わ、知らないよ。走るんかい。ゴーゴーカレーって多分都内にしかないよね。都内ってか、正確に言うと多分金沢カレーって、だからあれ 都内とかじゃなく、もっと違う方だけど、なんか多分関東だと多分都内ぐらいしかなくない？チェーン店。あ、走るカレーって言うんだ。関西のだからゴーゴーって言うんだ。うん、どこに売ってる？これはあの近くのスーパーで売ってた。どうしてもなんか欲しくて売ってなかったら近場にね。今の時代ネットで買えるじゃん、アマゾンなりなんなり。ではニードだ。気をつけて。ありがとう。うん、12度、10度違うと違うよね。だいや、10度違うとえらい違いでしょ。布団から出られないんじゃない？えらい違いだと思う。うん、今日ライトアップ見てきたよ、うん、帰りに、うん、アマゾンか、見てみようって、うんうん、今日ね、ちなみに俺は近くのスーパーで買ったけど、ライトアップがすごかったよ。23日勤労感謝でしょ。平日だから、うん、帰ってくるとき、うん、え、今日は19度だっ って。じゃあ今日より暖かいんか。21度で、今日19度だね。うん、うん、よし、おいしい出しましょう。うん、なんで俺を出すんだよ、おかしくねえか。ヌニマヨ、ヌニマヨ、なんで俺を出すんだよ、おかしくねえか。ムニマンでこさん、わら、ほーちゃん、観光客多いですね。ほー、うん、すごかったよ。何が観光客だよ。観光客とは横手の前にライトアップだよ。何がライトアップ？両校ってあれ、あの上長田のとこ。そうだよ。ああ、あそこか。うん、人がいっぱいいたよ。ランプがついてな。なんでライトアップされてるの？
毎年するんだよ。紅葉だからだよ。なるほど。漫画の夢すごかったな、今日は。車が。しんこさん、その食生活がよく糖尿にならないですね。この前、尿管結石になりました。おめめっと、こういうのさ、こぼさないでね、この食い方。なに、あなた。まったくはイライラするね。せんべいの食い方もわかんねえ、バカタレ。食い方とは？破り方。袋の。破り方なんてどうだっていいだろう。イライラするよ。こぼれるんだよ。これがうまいんだよ。今日生協で買った金五郎一口濃厚梅だれって梅の味がする。濃厚な、あ、そう、濃厚でも濃厚でもいいなんだこの野郎。濃厚って読むんですよ。生協で取った2つ前買ったことある。梅、すごい梅の味だから甘くない、甘くないの、梅だから。私は甘いのいいや、甘いのいい、甘いのいいね。梅のおやつ美味しそうだ。ゴーゴーカレーうまいのって、うん、こういうのかっこいい。梅、慎吾、また太るぞ。いや、初めて聞いた、マジで。何が？あの、地域によっては多分知らない人もいるんだろうね。埼玉とかゴーゴーカレーないの。都内でなんかあるけど、何店舗か。この皿、どかすとかねえかねえか、いや弱ったな。確かに都内でゴーゴーカレー見て、わ、こんなカレーあるんだと思ったもんな、最初。もうお腹いっぱい。多分関東だと多分都内しかないんじゃない。お腹いっぱいになっちゃったよ。高崎にもあるんだ。ダメだよ。群馬ね。もうダメだ。お腹いっぱいだ。御徒町はだって都内だ。お、御徒町？御徒町は都内で。うちのあれなんだよ、父親が。あ、うまいこれ。うん、うまい。うまいなんだよ。御徒町はあの、と、あ、いや、上野の隣でしょ。御徒町、上野、広小路、上野じゃないですか。御徒町はうちのじいちゃんが仕事やってて、上野、上野、広小路、御徒町、秋葉原だった。秋葉原ねえ、これ食いたくなくなっちゃった、うん。茨城にもあるんだ。茨城はよっさんだんだよ。よっちゃん、昨日よっちゃんやってなかったよ。回したらどうして金沢行ったら午後からたくさんで、まあ元々はその金沢だろうからね。金沢県六だよな。金沢発祥。あれこないだあれなんだよ、浦先生が行ってきてよ、金沢に。ほう、浦先生言ってたもん、県六へ。結構梅の味濃いね。濃いよ。結構濃いこれ。そう。でも結構リアルな梅の味する。金五郎すんだよ。ちょっとこれ持ってってくんねえかな、これはめるからよ。ダメか。これやりづらいんだよ。え？持ってってくんねえか。あ、床屋にあるんだ。うん。食いたくねえや。腹いっぺえ。ここはありそうだよな。いいか。腹いっぺえだよ。結構床屋って隣寄りの埼玉だからね。ある程度備え売りだから。これ食いたくなくないって言ったらどうしたらいいの。悪いな、これ後で冷蔵庫入れといてよ。なんかさ、最近イチローがさ、なんか子供たちと野球やってるの気のせい。イチロー、うん。YouTube の動画で見たんだけど、そうそうそう、なんか学校の窓ガラスはなんか割るんだよね、めっちゃ打って。割りね、ハサミと。あとそれとは別に、ハサミ取ってくんない。
ここ来て食う。なんか女子のなんかこう女子野球大会みたいなのにイチローが出てで本当にガチでやるんだよ。あのピッチャーとバッター本当にガチで本気でやってんだよ。高校野球なのかな。そう女子校のやつ。あれイチロー最近なんかそんなことやってるんだみたいな。イチローがさあのさなんかあのさホームラン級のさやつ打ってさ窓ガラス割ったけどさあれってさやっぱりなんかそこまで飛ぶって想定してないんだろうね。これ窓ガラスのさところになんかこうなんていうのボールをこうほらなんかこうガードするなんかネットみたいなのがあったけどイチローが飛ばした高さまでネットが敷いてなかったからこれさ甘いとさこれ一緒にしてちょっとそれでこっちカス入れるから、うん、カスこんなんこぼれるからイチローレベルの嫌なんだよ、まあ、いくらもう現役をね解いたとはいえ粉がこぼれるからイチローレベルのそのこうね食ったのはあってこっち置かれると距離を計算してるこれカス入れるのネットの高さでなかったもんこれカス入れりゃいいね。野球知ってたのか。別に野球そんな興味ないってそんな知らないけど YouTube の動画で見たらさすがにイチローはね野球興味ない人って分かるじゃないですか。そんなのがなんかこう高校野球とかになんか混ざってやってたらちょっと興味湧くじゃん。俺別に野球好きじゃないけどそれはちょっと見たくなって見たもん、うん、